こんばんは、ミネラルウォーター大勢伊藤です。今日は勝ち水、養老産地で磨かれた安全で綺麗な水、里の恵み天然水、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベルを一周してみましょう。自然の恵み、ピュアな水で健やかで潤いのある生活を、安全で余分なものを含まないピュアなお水をお届けすることで、赤ちゃんからシニアのお客様まで健やかで潤いのある豊かな、生活をサポートしますと書かれてますね。こちら、採水地がですね、岐阜県海津市南農町、製造者が勝水株式会社岐阜養老工場ですね。私この採水地である岐阜県海津市南農町というところは訪れた経験があるんですね。ただその時はですね、本当に急ぎ足で、もう通り過ぎたに等しいって言ったら、言い過ぎかもしれないですけども、本当にそれに近いレベルでしか滞在しなかったので、もし次滞在、訪れることがある時はですね、この勝水株式会社の、周辺地域とかをちょっと見て回りたいなと思っています。採水地をですね、訪れるってことはですね、全く無駄にならないんですね。例えば採水井戸とか工場を見学できなかったとしても、周辺環境がどんなところなのかとかですね、周辺に何があるのかっていうのを見てくるだけでもですね、水への理解度とか愛情っていうのはですね、高まってくるんですね。ぜひ皆さんにもやってほしいです。無理のない範囲でですね、自分が行くことのできる範囲で、採水地が、お気に入りの水の採水地がある場合はですね、ぜひ訪れてどんなところか見てきてほしいなと思っています。硬度がですね、19、pH が7、とても低い硬度なので、何に対してでもですね、活躍できる水だと思います。例えばですね、赤ちゃんのミルク作り、離乳食作り、ペットに与える水、ですね、あとは薬を飲むときに、一緒に飲む水としてもですね、活躍できると思います。とにかくですね、何にでも使える水だと思いますので、皆さんもですね、好きなように活用していただければいいなと私は考えます。こんな感じですかね。あとはですね、この勝水株式会社、製造者の勝水株式会社ですけどもね、最近PB とか OEM でですね、かなりの製品をですね、世に送り出してるんですね。皆さんも興味があったらですね、製造者とかですね、いろいろチェックしてみてですね、この会社が、どれだけ活躍してるかっていうのをですね、確かめてみてほしいと思います。ですからですね、買う機会っていうのはですね、この例えば里の恵み天然水でなくても、この中身の水を買う機会っていうのは多分多いと思います。ネットでもたくさん買えますし、安いですから、積極的にこう手に入れたいなと思う方はですね、ぜひネットでも、買ってみてください。そして、飲んで、どういう水なのかっていうのをですね、こう理解しつつですね、楽しんでほしいなと思います。よろしくお願いします。